どうも、ナオチンです。メガテン5やっていきます。よろしくお願いします。さあ、今日はパーティーを組んでみました。見てください。アグラとエイシェとナーマ主人公となっております。このゲームパーティーを組むとどうしてもね、花がないんですよ。花がないということで、女子パーティーを組んでみました。あ、これコメントにもあったんですけどね、女子パーティー組んでみました。で、全員ジョマで埋めております。なのでユニークスキルがうまいこと噛み合ってると思うんですよね。まずはアグラトです。これはジョマが魔法攻撃でもクリティカルが発生するようになります。まあ、このパーティーだったらばアグラトぐらいしか、効果はないんですけども、ジューマの行軍、これがクリティカルが発生するようになります。そしてエイシェトですね。エイシェトはジョマはクリティカル率が上昇します。かなりいいと思いますね。そしてナーマですね。ナーマは命中と回避が上昇します。これでほぼ外さなくなりますので、いい感じではないでしょうか。で、主人公ですけども、まあ、アタッカーもバッファーもできる、そんな感じにしております。はい、ということで今日はこのパーティーでやっていきましょう。それではレベル999チャレンジやっていきますね。難易度は創生ノーマルとなっております。アグラトとエイシェトがアタッカーですね。アグラトはこれで、あ、クリティカル率は 100% だね。うん、これクリティカル 100% なんですよ。はい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 、感じのダメージで、エイシェトが、セッナで攻撃をしていきます。ダメージ食らったときはこれで 100% 回復できるのでいい感じですね。どれぐらいいく、まあまあまあそれなりっていう感じですかね。クリティカルが出ないとやっぱり超ダメージっていうのは厳しい。まあでも十分なダメージにはなるんですけどね。で、ナーマのこれ、歓喜への誘い、これがねかなりいいんですよね。敵全体に高い確率で魅了をつける。で、さらに能力上昇効果を消すってあるんですけども、これがねかなり決まる。どうだ、あとエフェクトもいいねいいね。あー、効かんかったか。まあ効かないこともあります。はいはいはい、よし、効いてる効いてる効いてる。さあ次は、あ、効かんか、かなり効くんですけどね。今回のピドラは生えてくる。耐性もいいのよ、ナーマは。ナーマの耐性むちゃくちゃいい。こんな感じで、全てに耐性をつけてます。まあ半減が多いんですけどね、でも十分十分。で、ナーマはデバフはもちろんのこと、キャンディーを入れてるんでバフをかけることもできます。うん、なんで、あ、これ効かないなって思うやつだったらもうバフの方にね切り替えていけばいいですね。 OK、 いや、もう一回チャレンジする。いや、聞くもん、うん、聞くはず。あれあれかなり、うん、いつも大体聞くんだけどな、ちょっと調子が悪い。うん、でもまあいいさいいさ。 OK、 キャンディーをもう一回入れようか。そしたらば、このターンで倒せそうな気がする。光る次第、あ、無理かな、ちょっと厳しいか。はい、大丈夫ガンガン、これでフィニッシュですね。まだかい。最後もう一発、夢のようだ。ダメだ、調子悪い。 いつも効くんですよ、ピドラに。いつも効くんだけども、ま
こいつらにはね間違いなくいく。じゃあ、そうか、こればらけるんだったね。ばらけます。さあ夢のようだか。医療、はいはいはい、もちろん効くのよ。いやいや、今までちょっと効かなかったのがおかしいぐらいです。もうそれぐらいの小確率でつけることができます。 OK。で、魅力を聞いた後は、あとはね、バフを入れていけば OK です。いいね、ムラムラしてる。よし、で、あとはよいしょ、はい、感じの火力で、本当に入れればさらにね、おお、そっか、雑魚敵だった。雑魚敵思いっきり効くんだ。まあ、アイコンをね減らしてくれるので戦闘が一気に楽になります。本当の断りはね、本当主人公にほぼ必須のスキルかなと思いますけどね。で、ジョカは確か効かなかった、耐性がある。ああ、ハテナになってるか。確かこいつはね、魅了耐性があるので、無効化されます。なのでキャンディでやっていきましょう。本当、いや本当は入れんでいい。攻撃されたところでダメージはないんで大丈夫です。おい、避けられてるし、耐えられる、避けられとるやん。よし、まあまあそうね、命中が低いから、まあ、避けられることもたまにある。ほんとたまに。どう、そうね、もうちょっと命中率が上がるスキルを、ユニークスキルがあれば外さないのか。いや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 、でもナーまで上がってるからこれ以上はないぐらい上がってるはずなんだけどね。ランダマイザー、ランダマイザーもまあ使えるけども、この技はもうベルゼブブだよね。うん、ベルゼで使っていきたい。で、残念なのがね、このカディッシュが使えないところ、いやそんなに強くはないよ、そんなに強くはないけども、かっこいいんで使いたいんだけども、では使えないっていうところがちょっと残念かな。 OK、 ちょっと待って、歓喜1回、あ、いや無理無理ランダマイザーで無難に行った方がいいです。よし、じゃあこれでおしまいかな。いや意外と粘る。ということで歓喜を最後に入れましょう。無効化だけど確かだよね。分かってた分かってた。よし、まあ、次こそね。はい、ということで今日はコメントありがとうございました。ジョマでパーティーを組んでみましたけども、いかがだったでしょうか。他にもね、リリスとサマエルいるんですけども、ユニークスキルと専用スキルを見たところ、この3人がベストかなと思います。かなり噛み合いますので、ぜひやってみてください。特にナーマの歓喜への誘い、これねかなりいいです。うん、運を999まで上げて使ってみてください。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。